君、覚えてんだい、君。帰り道あっちだぜ。ほっといて、あてみたらもう。君、なあ、見たはん、わてらの行き着くとこなんか決まってまんな。人の慰めもんになって年取って捨てられて野垂れ死にしまんのや。しょうもない一生や、わてらの一生は。時々思いまんねん、なんで芸妓みたいなしょうもないもんなったんやろと。何くそ思うて芸事だけ人一倍励んだかって、誰も人間扱いしてくれはれへんさかいな。そんなことないさ。見たはんかってそうでしやろ。そうだとしたら君なんか追っかけてくるもんか、こんな寒いのに。大丈夫か。すんまへん、酔っ払いよって感じたくなるや。わて弟がありまんねん。もう所帯持ちで年子の小さい子が二人もありまんねんけど、去年国鉄クビになってずっと失業してまんねん。ほいで毎月お金送ってやってまんねんけど、やめ言うたかって今さら芸妓がやめられますか。やめたらどないなります。返事してくれはれ。見たはんは嫌いなんや、わて見たのも。好きだよ、ただ住んでる世界が違うんだ君とは。違う世界が。さよか。さて、同じは思ってましたけどな。見たはんって、せやわ。星みたいなもんかもしれん。星？何や知らんけど、わてそんな気持ち違うんねん。見たこ、握手。
君はどうして僕なんかへこういうものをよこすんだ。お前でもでも何もないよ。それは君は新月を追い出されていくところはないだろう。置いてもらってる宿屋の友達のところも2、3日しかおられないだろう。お弟子は料理部屋を転々としていて頼りにならないだろう。だから死にたくもないだろう。だからといってどうして君と縁もゆかりもない僕のところで死ぬなんて言ってくるんだ。放っておけなくなるじゃないか。すまん僕は来ないつもりだった。なんとなしひょっとお手紙を出してしもって三田藩にまでご迷惑をかけてしもって、わてはほんまに悪い女。言い悪いの問題じゃないんだ、責任の問題だよ。死ぬなんて自分一人のことは自分一人が責任を持つべきじゃないか。ほんまにうまい。思ってまんね。本当に別れる気なのかい君。さっきもお酒に酔ってきていじめられてまして、またお金のことで。でも失業してるんだろその人。そらわてもつろまっけど、まず生きることだよ。